ップ3を発表したいと思います。トップ3に選ばれた方はですね、ステージに上がっていただきたいと思います。いやもう本当にこんなに女性 DJ の方がたくさんいると思ってなかったので本当に光栄です。ありがとうございます。ナンバースリーとか本当100人の中から選ばれたということでトップ3ですよね。3位に輝いたね、大和まやちゃんには贈呈品あります。受け取ってください。まず大和まやちゃんありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、そしてですね、第2位いっちゃいますか。もひなりさん、カマチューステージ本当にびっくりして、すいません、私も涙もない。マジ今回2位、ちょっと本当に嬉しいです。本当に光栄で、本当に今年は音楽の力で本当に世界を元気を与えたいなっていう一心でずっと活動してきて、で曲もずっと書いてきて、それが報われて本当に嬉しいです。本当におめでとうございます。ここでまたみなりさんにも贈答品があります。はい、じゃあみりちゃん、銀のシャーレをよろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで2位のみなりちゃんの発表が終わったところでですね、次は1位いきますか。ナンバーワンの発表です。トッポリ DJ ザオール2020、いよいよ1位ですよ。こんなにいっぱいいる中でちょっと一言お願いします。去年は男女混合の DJ マグジャパンさんの方で日本一を取らせていただいて、今年は DJ アネマグさんで日本一ということで2年連続1位で本当に嬉しいですし感謝でいっぱいです。投票してくださった皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございます。おめでとう。1位の DJ 夏美ちゃんですけれどもね、夏美ちゃんには金のシャーレが贈られます。メルちゃんお願いします。おめでとう夏美メルさん、お久しぶり。お久しぶり。ティティです。ティティです。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。すいません、私事なんですけど、ちょっと元相方の夏美にお花の方をプレゼントさせていただいてもいいですか。夏美おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう夏美、ありがとう。実は2017年のDJアネマグジャパンさんが始まる前に世界の方の中では日本で1位で私たちが撮ってたんですけど、メルさんとの思い出がめっちゃあって、今こう渡してもらってるのすごい感慨深いです。メルさんありがとう、本当におめでとう。ずっと私もいろいろ別のこともしてるんですけど、夏美のことは本当に一生応援したいと思ってるので、また来年も1位絶対取ってください。はい、というわけでね、2人も私も覚えてますよ、2人でね、コンビネーションで、フロムレペゼン福岡
だったよね。そうです、もう本当覚えてますけれども、そんな2人が今こうやってねトップになったりね MC したり大活躍なんでね、これからも日本の DJ シーンどんどん引っ張っていってもらいたいなって思いますし、まあ日本のねフィメール DJ シーンも明るいんじゃないかと思ってます。